ペルーの味の素、アヒーノ麺、サボガリニャ、クリオリア、クレオールチキン味、揚げ麺に粉末スープがついています。麺は中太で存在感は結構あります。でもコシはあまりなく、もっさりした舌触りで、歯ごたえや小麦の香りを楽しむというものではありません。スープは黄色がかっており、ややゴモゴモしたでんぷん質の濁り感があります。チキンの旨味はよく出ており、かつ自然な感じです。塩分は強めですが、トゲトゲしい感じはありません。ハーブの匂いもあり、味や香りは結構複雑かつ華やかで、洋風感覚のスープです。辛い刺激はありません。日本の味の素は関わってるという先入観からか、日本人にもそう違和感がないだろうと思いました。